今日もですね、素晴らしいゲストをお迎えして日本のクールジャパンについてをですね、語っていくということです。司会進行の福田峰幸です。今日のゲストはですね、後で自己紹介していただきますが、原田さんですが、実はナビゲーターのですね、伊藤陽介さんは今日は、お休みなので、私と原田さんと2人で、番組1時間お届けをしていきたいなというふうに思いますので、皆さんどしどしですね、タイムラインちゃんと見てますからね、紹介する時もありますので、どんどん入れてくださいと思います。そしてですね、今日はゲストに東京フォトの実行委員長の原田さんに実はお越しをいただきました。原田さん、ちょっと自己紹介からいきましょうか。はい、よろしくお願いします。東京フォトを企画している原田智弘と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかやっぱ原田さんね、ちょアートっぽいよね。もう服装がですか。見るからになんかこうやっぱアートっぽい感じがしていいんじゃないですか。わかりやすい。いや、今日はもう雪が降ってるということと、うん、それと久しぶりに福田議員に会えるということで、うん、僕はちょっと華やかな感じにしてこようかなと思いまして。華やかですね。時間をかけて蝶ネクタイにしました。いや、よろしくお願いいたします。僕も今日、あ、そうだよね、僕らも蝶ネクタイにしてやっていけばよかったね。今日はだから雪なんでね、ここから見えるかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、雪が降っているので、皆さん気をつけてくださいね、滑ったりしないようにねと思います。で、原田さん、こう見ていただいてね、こう一見アート関係っていう感じだと思うんですが、まあ、実は何をやってるかというと、ここの東京フォト、まあ、実行委員長ってことを今日ね、肩書き振らせていただいてるんですけど、はい、まずね、これ見てる方にしてみると、これ東京フォトって一体何ぞやという、まあ、ことだと思うので、この東京フォトの、ね、ちょっと説明からいきましょうか。原さんね、お願いします。了解しました。うん、東京フォト、5年前2009年から発足したんですけれども、うん、基本的には毎年9月に開催しておりまして、写真の作品を販売するイベントになっています。うん、世界中からアートギャラリーが集まって写真を展示して、それを一般のお客様にご来場いただいて販売をするというようなイベントになっております。うんうんうん、実はこの東京フォトは私もね、この間、はい、開かれた時に行ってきたんですけど、僕はびっくりしたことがまずあるわけよ。はい、場所、あ、はい、どこでやるのよ原田さんって言ったら、増上寺です。そうですね、昨年は初めての試みになったんですけれども、うん、芝公園にあります増上寺の方で開催をしました。お寺です。うん、で、はい、だって普通ね、はい、アートフェアみたいになると、例えば東京の有楽町のフォーラムだとか、そうですね、大体ああいうとこじゃないですか。そうですね。で、このそもそもね、お寺でやるってね、はい、なんでお寺になったんですか。実はですね、うん、その以前まで、まあ、これまで2009年からですけど、昨年までで5回開催してきたんですけれども、うん、六本木を中心にヒルズ、それからミッドタウンで開催をしたんですけれども、うんうんうん、もう少しその写真もそうなんですけれども、うん、アート的な要素を写真展に取り込めたらいいなと思いまして、うんうん、発想としては例えばなんですけど、同じ作品でも別の場所で見たらどんな効果があるかとか含めて、うんうん、それで写真といいましても、よりそのビジュアル的に言いますと現代アートに近い内容にもなってきますので、うんうん、意外性のある場所でということで、うん、まあ、革新的といいますか先進的なイメージと、うん、いわゆる日本の昔からあるお寺を組み合わせることによって相乗効果も生まれてくるのではないかということと、よりその発想として、いわゆる世界から写真のコンテンツが集まって、しかも日本のお寺で開催されると、もうこれ東京フォト知らないお客さんでも、おそらくその響きに対して、お寺で現代的な写真展あるってどういうことなんだろうと、まあ、話題性も含めて、仕掛けという意味合いで去年はそういう企画をしました。うん、これよくね、はい、増上寺も貸してくれたですね。そもそもそのそうです、ね、なんかほら、とか言いそうじゃない。そうですね、うん、増上寺もともとは徳川家の菩提寺ということと、うんうん、それと1960年代70年代ぐらいに実はその建て替えられたということもありまして、実は比較的建物自体は新しい、うんうん、建物になっているんですね。で、それと同時に以前ですと文化発信する拠点としてお寺、うん、人が集まることもそうですし、うん、お祭りも含めて、うん、いわゆるメディアとしても
記念をしていたというお話を伺いまして、まあ、ただそういった意向もですねお寺側さんにもあったということと、まあ、我々も場所あの面白いところないかなということで、しかもあの六本木からもすぐ近くですし、増上寺といえば、利便性も非常に高いので、そちらの方でお話がうまくこう、相互に、何か一緒にできたらいいということで、決まりました。日本でね、はい、こうほらあのいわゆるこう写真を中心とした例えば、はい、あの現代アート の, あのフェアみたいなものは、はい、例えば時々いろんなところでやってるじゃないですか。 それこそ有楽町 の,、ねはい、あのフォーラムでもやられたりとか、はい、あるんだけれども、はい、この写真だけの、はい、いわゆるそのアートフェアみたいなものっていうのは日本国内ではどこか他でやってるとこあるんですか。日本国内で写真に限ったフェアというのはもう、まあ、東方で企画をしている東京フォトだけになります。これ逆に言うと、はい、世界的に見ると、はい、まあ多分いろんな事例あるんだろうと思うんですけども、ねはい、あのこのいわゆるアートフェア写真オンリーのアートフェアっていうと有名なところだとどこがあるんですか。世界的にまずは東京フォト開始、うん、あの2000、うんまあ、企画段階でいうと8年7年から、うん参考にしたのが、うん、毎年パリで開催されるパリフォトというものがありまして、うんうんうんこちらの方が世界的にも、まあ、歴史も今7、8年経ってますし、うんうん、世界中から百数十件のアートギャラリーが集まるということで、うんまあ、世界的なイベントになってます。基本的にはそれは、うん、あのまずはアートギャラリーが作品を販売する目的で、うん作品を展示すると、うんうん、でそれに対していわゆる購入をされるファンの方々、うん、美術関係者の方々、まあ、出版社それから、うんアートディーラーさんを含めて世界から人が集まるというようなイベントがヨーロッパではパリフォトが一番大きなものがあります。これパリフォトだと、はいまあ、何日間ぐらいってどれぐらいの例えば人が来て、はい、で写真の何そのやり取り買ったりというのはどういう感じの規模感のイメージなんですか。まずですね、開催の期間というのは東京フォトも同じなんですけれども、向こうの方が木金土日になるんですね、うん、つまり4日間なんです。4日間、はいうん、で規模はですね先ほど申し上げたようにですね百数十件のアートギャラリーが集まりまして、うん作品の単価数単価でいうと、うん、例えばですけれども、まあ、20万円ぐらいから、うんうんそれこ そう数百万円、うん、数千万円というような作品も出展されまして、うんうんうん、そちらの方に毎年4万人から5万人のファンの方々が世界中から集まる仕組みができています。4万人、はい、なんで1日じゃ1万人ぐらい来ちゃうわけ。 4日間ってことは。そうですね1日もうそれぐらいですね。もう会場も非常に大きくてですね、うん3年前からグランパレというパリでも非常に大きな、うんうん、いわゆる展示会場といいますか、うん、おそらくですねもう100年以上経ってるエキスポですとか展示会場をですね、うん、使用してまして非常に人気の高いヨーロッパ中からそれからアメリカ、うん、特にアジアでは日本からもお客さんの多いイベントになってます。これ完売しちゃうわけ。大体その完売ってことはないんだろうけど。そうですね出展の単位というものがアートギャラリーか、うんうん、いわゆる写真集を出版している、うん出版社というふうになるんですけれども、うん、作品というのはですね例えばですけれども、うん、古いものですと150年ぐらい前、うんうんうん写真も本当に始まったコンセプト的にそうですけれども、うん、技術的にも始まった頃の作品から、うんつい最近のですね、うん、現代の作品まで出展されるんですけれども、うん、完売というのはちょっと定義が難しくなってはしまうんですけれども、うん、やはり古い例えば100年前に撮られたり50年前に撮られて、うん、もうその当時に1枚しか焼かれてなかったものですとかっていうのは写真はもう売れてしまった段階でもう、うんうんうん人の手に渡ってしまいますので、ね、そういった意味での完売ということもありますし、うんはいなるほどね、ということは逆に言うとそこにも日本人もギャラリー出したりとか、はいね、日本人のいわゆる買いに行くというか人もいるわけそこに。そうですね日本から直接的にその買いに行くお客さんというのはさすがにそこまで、うん、もちろん僕の知らないところで僕の知ってる範囲内ではなかなかそういった方というよりは、うん、やはり出版関係で写真に興味ある方々、うんうんうん、もしくは、お仕事で写真を撮られているような方々がパリの方に行って、まあ、トレンドを見たりとか、うん、以前の作品を見ると、まあ、要するに鑑賞半分というよりは、まあ、鑑賞が大体の目的になるとは思うんですけれども、うんうん、買いに行かれている方ももちろんそのアート関係者の中でいらっしゃるとは思います。
それを見て原さんは感化され、よっしゃと、これを東京でもできて、アジアの中心にしようって思ったわけですか。まさにおっしゃる通りなんですが、1点だけ、実はですね、僕パリフォトに行く前に、パリフォトという名前を聞いて、もちろん写真を販売する写真に特化したアートフェアだということを理解した上で、ただそれだけで、実はパリフォトに行く前に東京フォトっていうのをやってみたら面白いんじゃないかということで、企画自体というのは実際に自分がパリフォトに行って経験する前に企画を始めたんです。で、企画を始めて東京フォトをやるんだということを宣伝するタイミングといいますか、宣伝がてらに実はパリフォトに行ってですね、うちもやるよと。そうなんですよ。だから実際は逆の、かなり無謀な。いいですね、無謀って。そうです、チャレンジングでいいじゃない。いわゆるその以前でいう欧米諸国の文化を知らずに、なんか話を見聞きじゃないですよ、聞いただけでちょっとやってみようと。いや、逆に言えばそこパリフォト行って、そこにギャラリーがいっぱい出てるわけじゃないですか。そこにうちでやるけど出ませんかって、もうまさにおっしゃる通りです。あ、そう、ただそれって非常に難しいことで、ちょうどその我々東京フォト立ち上げた 5,6 年前に、実は他のアジアの地域、例えば上海、それから、ソウル、台北、いろんなところで写真のフェアがほぼ同時期に立ち上がったんですね。ただしこれはアートギャラリー、つまり出展者を、お互いに招致するという競争もありますし、作品を展示して販売する、つまりお客様の、招致も含めてですね、いろんな競争があったんですけれども、実は日本に、それ以前もそうですし、今日の話の中心になってくるとは思うんですけれども、日本に非常に写真の歴史が長い、そういった経緯がありまして、海外、特に欧米から見た場合の日本の写真に対する評価が高かったということもあり、当然日本の、優れた、世界的に見てもトップクラスのアートギャラリーも日本にあることを含めて、海外のギャラリーも、よし、日本でもしも仮に東京フォトというものが発足されるのであれば出展を検討しようと、そういった、実は東京フォトを始める以前から写真に対するその海外からの注目度というのは非常に高かったというのが実情なんですね。そんな中で、その5回目だけども、今年のなんか写真がなんかあるんですかね。あれ出るんじゃないの。あれ、あ、そうですね、昨年度の、もしよろしければ、ちょっとどんな感じが、ですね、東京フォトのね、これから話に入っていくんだけど、どんな感じなのか、これはどういう、これはギャラリー、そうですね、これは実際おそらく一昨年になると思うんですけれども、ミッドタウンで開催した際に海外から、日本のアートギャラリーを見に来たお客様です。で、実はですね、これ、日本のアートギャラリー MEM さんといって、MEM というギャラリーなんですけれども、こちらの方に、結構外国のお客さんいらっしゃるんですけども、こちらの方々ってロサンゼルスにあります、ジャンポール・ゲティ・ミュージアムの、いわゆるサポーターの人たち、表現の方々が、日本の写真に興味があるということで、遊びに来ていただいて、日本にね、日本に、で、実際に商談に入られた。なるほど、なるほど。作品購入されたかどうかまでは分からないですけれども、今後の展開としては、なるほど。他にもあるのかな、写真。次行っちゃいますよ、写真。あ、これ。そうですね、これは去年ですね、これもですね、これは実際に海外から東京フォトに出展をしたアートギャラリーの、展示風景になります。で、これずっと奥の方になる、ちょっと見えづらいんですけれども、3名、人の顔が映ってるんですけど、ああいうものもですね、もうほぼ世界と同時、例えばあれ JR という作家さんなんですけれども、非常に注目をされている、されたその当時もそうですけれども、ほぼその世界と同時にこういった写真展という形で東京で見る機会、それから購入する機会というものを設けたんです。ということは、この日本のね、この東京フォトの、っていうのは、例えばトータルと現代アートだと、横浜トリエンナーレみたいなのがあってね、あれはもう全体写真以外にもいろんなデジタルだったりとか、造形とか絵とかいろいろ出てくるんだけども、あれはね、もうほとんどね、初めて、なんていうのか、どっかでやったものを持ってきてるんですよ。なるほど、いわゆるそこで初めて見れますみたいなのが最初の頃はあったんだけど、去年なんかね、もうね、どっかで例えばベネチアとかいろんなところでやったものをまた持ってきてるから、全然ね、
外人の人とかって来ないわけよ。あ、もう見たことある、見たことあるやつを持ってくるから。なるほど、はい、だからその意味ではこの東京フォトっていうのは、はい、その最初に見れるものも結構あるってことですか、これ。そうですね、特にあの、うんうん、写真の分野というのは今まさに日本でも多くの作家さんが出てきてますので、うんうん、それをまず一番最初に、まあ、うん、見れる場としてもそうですし、うんうん、購入できる場としても非常にあの、ね、機能があると思います、うんうん、はい、特に海外のお客さんから見た場合、うん、あの出展の内容がですね、うん、約半分は日本の内容になっておりますので、うんうんうん、それをめがけて、まあ、海外からもお客さんが来場するというのは、うんうん、あのできています。今回はね、はい、まあ、今日今もこれ画像出てるけども、はい、東京あのフォトはね、はい、あのどれぐらい人数、今回去年かこれ、去年がですね、うん、4日間の一般公開、それとレセプション合わせて、うん、約1万人のご来場者数となりました、うん、はい、うん、でこれはあの増上寺に移動して、うん、実際どれぐらいお客さん来るか分からなかった、まあ、我々そこが一番心配はしていたんですけれども、うんうんうん、過去最高の来場者数になりました、うん、はい、結構僕も言ったけど、はい、日本人より外人の方が多かったんじゃない、まあ、たまたま僕が行った時はそうかもしれないけど、はい、特にあの出展者数でいうと今回は海外のアートギャラリーが約半数、うん、ですので出展者もあの当然海外からいらしている方、うんうん、それから国内にいて、日本のアート、それから海外から日本の写真に興味があるお客さんが来場するので、うんうん、おそらくですね、1万人中の来場者数のうち、うんうん、2割から3割外国人だと思います。で外国人もの人たちもここでだから、はい、まあ、購入する人もいるわけでしょ。そうですね、はい、で問題はね、はい、外国人のギャラリーが来て、はい、外国人の作家を売るっていうのもいいけども、はい、でもやっぱりこれ日本人がの作家の作品が売れないと寂しいものがないじゃないですか。そうですね、はい、で原さんね、これ、はい、日本の、まあ、写真家アーティスト、ね、はい、のまずそもそもその国際的な評価っていうのは、はい、一体どんな日本人、まあ、この人は有名とかなんとかってあるかもしれないけど、はい、トータルで言うとまずね、はい、日本のその写真家の位置っていうのはどの辺の位置なんですか。そうですね、うん、世界的に見ますと、うん、最初お話でしましたように日本の作家に対する、うん、特に欧米、うん、写真ファンの目というのは非常に熱いものがありまして、うんうん、これどうしてかというとですね、うん、まず日本には写真の歴史がですね、うん、もう今2014年ですから、うん、1900年の初めから実はありまして、つまりもう100年近い、もしくは100年以上な、うん、写真の歴史がある中で、うん、非常に作家さん、例えば、うん、まあ、土門拳さんですか、うんうん、とか木村伊兵衛さん、うん、出版を通じて、うん、世界でも名前が通ってる写真家さん、うんうん、それから今も例えばアート作品としてもそうですし、うん、世界で知られている、写真家というのは非常に多くてですね、うん、同じような条件を世界で持っている国というのは、うん、基本的には、まあ、フランス、イギリス、ドイツ、うん、ヨーロッパがこの3つ、うんうんうん、それとアメリカ、うん、で日本と、うん、でそういう意味でも日本はその少なくとも5つの中に入っているということと、うん、アジアの中で、例えばカメラ機器、うん、それから出版、印刷、うん、含めて作家さんも豊富に輩出している国というのは、うん、もうアジアでは日本しかないというふうには、うん、これは事実としてありますし、確かに、はい、カメラって言ったら、はい、ほとんど日本が仕切ってますよね。そうですね、もうおっしゃる通りで、はい、うん、カメラといえばもう日本、そうですね、もう戦後というか経済成長期の頃から日本、うんうん、それからデジタル化されてからもそうですし、うんうん、むしろ今例えばドイツ、ヨーロッパでもありますけれども、うん、やはり技術的にはもう日本、さすがにレンズとなりますと、うん、以前のヨーロッパのブランドが強いというのはまだあるんですけれども、うんうん、一般的にはそのカメラ、レンズ以外というのはほぼ日本がもう世界で一番進んでいる国だ。今ね、印刷技術っていう話もあったじゃないですか、はいはい、でそのいわゆる撮ったものを印刷するっていうその印刷技術はどうなんですか。それもやっぱり日本が一番なんですか。そうですね、日本、うん、技術でいうと今やはり名前が挙がるのがドイツ、日本ですね、うんうん、もちろんアメリカの方にもごく一部小さな出版社さんで非常に力を入れていたりですとか、うんうんうん、
クオリティ中心で印刷を作っているところもあると思うんですけれども、うん、基本的にはもう出版、うん、それから写真となりますと、うん、印刷物ではもうドイツ、日本、うん、というふうには言われていますし、うん、実際にそうだと思います。なるほどね。そうすると日本の場合は、はい、そのまあ、カメラという機材としても一流で、はい、まあ、印刷も一流で、はい、その作家としての写真家も一流で、はい、それにしてはあんまりこの国内でね、はい、なんかそういう評価をなんか得てるっていう雰囲気しないですよね。なんか確かにおっしゃる通りで、うん、じゃあ日本国内での写真の地位というのはですね、うん、まあ、例えばですけれども、まあ、広告ですとか、うん、いわゆるその報道としての写真というのは非常に認知度も高いと思うんですね、うんうんうん、コンテストも含めて、うん、ただその芸術アートそれから写真集という意味合いでは、うん、まだまだそこまでその市民権を得られているとは思えないんですね、うんうん、ただし、今後といいますか今現状というのはですね、うん、おそらくそのカメラ実行も移行していて、うんうん、例えばですけれども変な話経済成長期に、うん、日本のいわゆる、うん、会社員の方々が海外に出る際にカメラを持って、うん、海外旅行して眼鏡かけて写真撮ってた、うん、まあ、つまりその当時っていうのはカメラをこう首からかけて海外に出ていた人たちが非常に多かったと、うん、これはもうフィルムの時代だと思うんです、ね、うんうん、ただ今デジタルの時代になると、うん、新興国例えば海外から日本に、うん、お客さんとしてる来てる皆さんもですねカメラをこういわゆる首からかけて秋葉原をうろうろしていたりですが新宿にいたりするのでただそのイメージがかっこいいかどうかっていう部分も含めてなんですけれども日本では比較的若い人たちその女性も含めてデジタルの写真文化っていうのは非常に今見直されていると思いますので今後はだいぶ変わってくると思います。特にその情報もそうですしデジタル写真を撮っている若い層の人たちが写真集を見出したりですとか写真に対して非常に強い関心を持っている。それもあって東京フォトもですね実はそんなに宣伝強くしているわけではないんですけれども毎年1万人に近いお客さん特に若いお客さんも集まってきていただいてますし写真に対する関心度ですとか人気っていうのは非常に高いんだなっていうことはまあ、感じております。はい、で写真ってね例えば今度買う、はい、買うっていう話になると、はい、まあ、今日はクールジャパンで文化論というのも経済論なのでね、はい、で写真買うとなると、まあ、ネガがあれば、はい、ないものは別としてねもうなくなっちゃってるものは別として、はい、ネガがあれば何枚だって印刷できるじゃないかと、はい、そうするとね値段設定って、はい、その価値の受ける、はい、だってお金買わなきゃ買えないわけで、そうですね、はい、でこの値段ってね、はい、いくらってどうやって決めるのこれ。大体ですね、うんうん、基本的にはじゃあ写真を買いたいアート作品を買いたいというとどこに行くのっていう話になると思うんですけど、うんうん、そこからお話をしますと、うん、まずその写真を販売しているのはアートギャラリーですとか、うんうん、そういったレンタルスペースもそういうこともあるかもしれないんですけれども実際にですねもともとアートギャラリーで運営されていたところで写真を販売するとなりますと、うん、まあ、アート作品との比較対象として、うん、まあ、アート作品があって写真の価格設定というのが決まってくると思うんですけれども、うんうん、基本的にはアートギャラリーと写真家、うん、この双方で合意した上で、うん、マーケットに合わせて写真の値段設定というのはできていると思うんです、うんうん、ただし、うん、写真の価格というのはつまり写真の市場自体が比較的新しいので、うん、例えばですけれどもパリフォトでいうと、まあ、数十万円ぐらいから、うんうん、数百万円の作品はありますけれども、うん、東京フォトで言いますとだいたい10万円ぐらいから、うんうんうん、100万円を超えるものとなりますとやはりその中でも非常に高価な部類に入ってきます、うんうん、当然その中で数百万円する作品も販売されますし、うんうん、パリフォトと同じ価格それから同じ、うん、なんていうんですかね作品が、うん売られて東京でも売れるということもあります、うんうん、はい、これまあこれからねそのまあ経済っていう話になっていくと、はい、入り口がねやっぱりその10万円ってなるとそうですね分かってる人が例えばそれを買いに行くっていうのはいいんだけども分かってる人だけ対象にするといわゆる市場が広がらないわけ で、ね、はい、新しい人たちが写真に興味を持ってもらって、うんうんうん、まあ、作品が欲しい、はい、というところに入っていくつまりその、はい、広がっていかないと、ね、なかなか限定されちゃうとダメじゃないですか。そうですね、はい、これからね、はい、その原さんみたいにいわゆるその
フェアをやる人間にしてみると、はい、裾野を広げていくっていう意味で、はい、どんな工夫が考えられるわけですか。そのなんか10万円って言われちゃうと、そうですよね、っていう、まず考えられるのが、うん、これまでの日本の、まあ、一般的な写真との付き合い方というのは、うんうん、消費者が撮ったものを印刷して自分で保管して保存するということがあったと思うんですけれども、それ以外で言うと、いわゆるそのアートギャラリーに行く美術館に、まあ、アートギャラリーに行く前に美術館に行ったり写真展に行くというのが一般的だったと思うんですね。でそういう層の人たちはかなり多くいるんですけれども、そういう人たちも実は作品を購入すると買いたい目的で行っているお客さんというのは実はそんなに多くはなかったんですね。でその場合じゃあいかにそれを広めていくか、これまでじゃ写真を買おうと思ったら、写真集を買うか、もしくは作品として10万円数十万円から、作家さんとアートギャラリーが販売しているものを買うというのが、この2つが選択肢としてあったんですけれども、これからはよりその例えばですけれども、美術館に行ってこれ欲しいって写真を1点選ぶっていう、そういう行為はなかなか起きない。当然美術館というのは写真展を見に行くのが目的ですので、購入するわけではないので、当然美術館に行くお客さんというのは作品購入目的ではなかったんですけれども、今後はより自分が欲しくなるような、もしくは欲しい作品を探していける環境というもので、しかもそれが10万円ではなくて、よりその写真の作品を1点ずつ選ぶ楽しさですとか、何枚か例えば異なる作家さんの作品を集めるですとか、それのこう手前っていうんですかね、いわゆる遊び感覚でコレクションできるような、まあ今回というか前回東京元で販売をしましたように、小さなプリントですとかオンデマンドでその場で好きな作品を選んで買えるような、つまり一般の消費者の方々が写真をまず購入できる、購入したい、それから自分が好きな作品を見つける楽しさっていうのを知っていただくという流れは作っていけるのかなとは思ってます。これ例えばね、その写真集っていうのもよくあるんだけど、その写真集としてね、何枚も欲しいっていう感覚じゃないんだよね。確かに、まあ、言うように例えばそうなんですよね、この 作家が撮ったこの写真が好きだ、つまり、その作家だとか、その出てる、まあ、例えば芸能人の写真集みたいなものが分かりやすいんだけど、別にその芸能人が好きなわけでもなくて、ある作品のそのこの写真が好きだみたいなところが当然あるわけじゃないですか。だからそうなるともっとこういろんなものが、例えば A の作家、 B の作家、 C の作家っていう中で、私これ欲しいからこれをストックしたいみたいな、そういうのってなかなか確かにないですよね。そうなんですよ。なので今までというのはその一般の消費者もしくはあのオーディエンスから見ると、写真とのお付き合い方っていうのが非常に限られていたと。でまして作品を見る、もしくは見る機会があっても購入を目的にその見るっていうのはなかなか今まで日本ではなかったことですので、それを広めていくというのは、例えば写真集とは別にそれぐらいの価格帯で自分で本当にその写真集の中で何十ページあるものを購入するというよりは1枚だけ選んでいくと、要するに選択していく楽しさっていうものも価格と の相談になってくると思うんですけれども、で僕ねその今あのなんていうのかな、こう一個悩んでることがあってね、悩んでるというかね、ほらみんなこの携帯電話みんな持ってるじゃないですか、で携帯電話って、例えばあの人のものと自分のものってパッと見だと、まあ、当然そのカバーでしょ、でケースカバーで例えばこう洒落たの、あのこれが私の個性っていうのは、カバーとかこうなんていうの、これくっつけるやつなんていうんでしたっけ、携帯になんだっけ、アクセサリーみたいな、携帯フラ、そうそうありますよね、こうぬいぐるみつけたりとか、ストラップ、ストラップとかケースで差をつけるじゃないですか。で僕ねこの今 iPhone 使ってるんだけど、このケースだと重いから、この縁だけのこのなんていうの、これこう縁だけのやつにしたんですよ、これ。その時にね個性がないんですよ。その時にこの表面、例えば、待ち受け、これ待ち受け、この、これ見てもらうと、僕の待ち受け、今こうつまんない、なんかこんな形の、まあ実はこの待ち受けにこれなってるんだけど、ここにね、なんか僕実はアート作品をここに貼りたいんだよね。なるほど。だってそうするとさ、おしゃれじゃない、なんか子供の写真、うちにも可愛い娘いるんですよ、マリカちゃんっていうね、めちゃくちゃ可愛い子なんだけど、マリカちゃんの写真ここに乗っけておくっていう、なんかお父さん像、僕ちょっと違うタイプなわけ、ね、可愛いんだけど、それは
表面にしないで奥底にね対峙に持ってたけど、うんうんうん、時に朝ねここに洒落たね、うんうんうん、アートの作品をコレクションしたいの画面に。あ、面白いアイデアです、ね、これね、はい、でもねなかなか勝手にだって写真撮って、はい、っていうのもなんか嫌じゃない。なんかそうなんですよね。今確かに画像検索すると、うん、ある程度有名な作家さんの作品であれば、うん、おそらく待ち受け画面に対応できるぐらいの画素数の画像っていうのは、うんうん、まあ、どこかからネット上を探してくることは可能だと思うんです、ね、そうじゃないですよ。所有したいんですよ、ね、そうなんです。あ、なるほどなるほど。買って所有して、ここに貼り付けて、これは僕が大好きな作家ですみたいなね、はい、そのどっかから無料で出てるのを貼り付けてるっていう、そういうんじゃなくて、そういうんじゃないんですよね。なるほどなるほど。これは僕が気に入っていて、それをわざわざ購入したものを貼ってるっていうね。なんか、はい、それってほら家にね、例えば、はい、僕は実は写真好きで、はい、家にも 作品が飾ってあるんだけれども、それだって別にどっかでプシャって写真撮ればいいじゃないかっていう、そういうもんじゃないじゃないですか、アートっていうのは。そうですね、確かにその、うん、いわゆるアートですとか、まあ、ファッションもそうなんですけど、セルフブランディングと言われている領域では、うん、おそらく自己表現に近い、うんうん、ことができると思うんですね、うんうん、そうやって待ち受け画面でもそうですし、うん、例えば所有する家にこういうものがあるっていうことも話の上で出てくるでしょうし、うん、あるいは定期券の間にこう洒落た写真があるみたいなね。なかなか今までその写真をこういう形で、まあ、携帯の中に入れるっていうことも、うん、まあ、以前でしたらなかったでしょうし、うん、今後はそういった流れを作っていくというのは非常にね、なんかこうチャンスがあると思います、ね、うん、はい、ですから逆に言うとね、はい、これからまあ朝さんがやられてるそのなんていうかな東京フォトは、はい、まあ、僕は実は期待してるんですよ。 ありがとうございます、まあ、とにかく世界でパリフォトと東京フォトかっこよくないですか。いいですね、世界2大フォトマーケットはパリフォトと東京フォト、はい、ただ向こうは歴史が先行っちゃってるから、そうですね、急に逆転することがね、これはなかなかできないから、じゃあ東京フォトっていうのはそのパリフォトとは違う何かっていうものがあった時にね、例えばまあ今みたいなのも一つのアイデアかもしれないし、特にその写真をアート作品として販売するというのはやはりヨーロッパには市場がありますので、当然歴史的にも先行しているという部分では競争しづらいんですけれども、技術ですとか例えばライセンスとかビジネスコンテンツとして写真を広めていくというのは、ヨーロッパとも競争できるでしょうし、それ技術的な意味でもそうですし、まあ先進国として法整備もされているということもあり、例えばアジアでそれを広げていくとか、それが先行、例えばパリや、アメリカにも先行してそういうビジネス展開というものがあれば、世界にも、まあ、要するにコンテンツとしてはもう世界的に認められていますので、別の形で、まあ、東京フォトのような作品を中心、うんうん、アートとしての写真を、うんうん、これまでの印刷物もそうなんですけれども、うんうん、デジタル化していくということも今後はそうでなければ他の国の誰かがやるかもしれないですし、そういうことを先行してやっていくというのは非常に今の日本にとっては、うん、有意義な戦略かなとも思います、うん、まあ、だからそれをやるにもね、はい、やっぱりそのなんていうネットのだけじゃダメなんだよね。やっぱりこの東京フォトみたいに、はい、ちゃんとこう足で行って見えるというのがあるからこそ、はい、そこでね僕思うんだけど、はい、そこで見た感動の作品が実は欲しくなってデジタルに乗っけるみたいなね。だってなんだろう、こうネット選挙って実は解禁された時にね、はい、これも同じなんだけど、リアルな感動があるものをネット上で乗っけないとね、全然その感動しないんですよ。だから僕にとっての例えば東京フォトで見た作品の感動が、はい、例えばデジタルに乗っかってるとか、なんかそういうこう連動的な形があるとね、なんか東京フォトの価値がなんかもっとなんか100倍ぐらい。そうですね、もう毎回福田議員とお話をさせていただくと、うん、そのやはり今までもう、うん、まあ、我々企画しているものよりもよりその本当に実際に所有できたりとか、うん、それを手にする喜びをもっともっとこう具体的にね、していったらいいんじゃないかというような、ね、提案をいただいているので、うんうん、非常に裾野ね、はい、だから逆に言うとそこが第二段階だとすると、はい、もしかすると第一段階って写真を好きになってもらうっていうもっとこう入り口があるんじゃないかと思うんだけど、
これ、あの原田さんね、いわゆるそのフォトコンテストみたいな、はい、もうちょっとこう住民参加っていうとなんかこう、なんだけど、あのそういう入り口、はい、もうさらにハードルが低い、要は写真好きになってもらうっていう意味においては、このどんな形が入り口考えられるんですかね。入り口としましてはやはり、うん、まず見て、うん、まあ、何でもそうだと思うんです、うんうん、あの見ることによって、例えばじゃあデジカメで同じようなものを自分で撮ってみたりですとか、うんうん、今度はそれを人に見てもらいたいとか、うんうんうん、要するに人間の欲求の中に自分でしたことを他人と共有したいということもあると思うんですね、うんうん、その中で、あの例えばじゃあアート的な、うん、写真をみんなで撮ってコンテストするですとか、うんうん、いわゆるそのフォトコンテストというのがこれまでどちらかというと、うん、芸術アートというよりは記念写真が多かったのを、もう少し特にその今特にカメラ需要が伸びているであろう、まあ若い人口が多くて、そういった創作意欲ですとか写真というものがこれから普及していくような国も含め、当然あのアジアで言いますと、まあこれは全体そうだと思うんですけど、例えば中国、日本、韓国、台湾、香港含めて、アジアで中心となるような写真のコンテストがあっても面白いかなと思いますし、アートとしての写真、ね、そうですね、アートとしての写真というのは非常に、まあ、見る側としても面白いでしょうし、参加する側としても非常に有意義な、何かエントランスといいますか、その参加型の、イベントも可能性としてあるんじゃないのかなとは思います、これね、原さんね、はい、あのいわゆるこうアートとしての作品と記念写真の、はい、一言で言うと根本的な違いって何なの？そうですね、まあ、難しく言ってしまうと、まあ、クオリティということになってしまうと思うんですけれども、ただ単純にそのじゃあ記念写真が歴史的に見て、芸術にならないかというと決してそうでもなかったり、それはもう時間が経つことによって、例えば誰々が撮った記念写真が、いつしか芸術として非常に価値の高いものに変わっていくことがあることも、あの実はですね、それ日本あのいわゆるアートにはある、にはあることですよね。分かんない、だって僕と原田さんがこれ2人でやってるの、さっきね、はい、スタッフが写真撮ってたけど、この写真がアート作品に1000年経ったらなっちゃうかもしれない。そうなんですよね。例えばなんか僕がなんかとんでもなく有名な政治家になっちゃって、原さんもなんかすごいこうこの東京フォト自体がね、なんかあのベネチア・ベンナーレみたいな位置づけになっちゃって、この2人が初めてこうなんかこのカフェスタで対談した写真、なんか100年ぐらいだったらえらい金額になったらどうします？確かにそういうことがあるのが、まあ、アートの面白いところと、写真ならではですね、これ絵に描いたとすると、そうはいかないよね、絵だとこれあの福田議員と原田ですって言ったって、まあ、現実味がないというか、その場で描いたのかその後で描いたのか、写真を元に描いたのかということも含めて、まあ、もちろんそれも価値もあると思うんですけれども、そこが写真の面白いとこかもね。確かにそうですね、あのもう実際に、まあ、これ別に合成して今やってるわけではありませんし、そうだそうだ、あのこの時空間を一緒に、あの共有しているという証拠でもあると思うんですね、それが写真に残っているというのは非常に、あの今後価値が上がってくるとありがたいですね。矢原さんね、今日本当は6時までの予定だったんですけど、実はあの衆議院本会議っていうのが6時から、急に設定されてしまいまして、だからちょっとあと45分ぐらいになったらね、今日すいません、ショートカットでお見せになっちゃってごめんなさいね。大丈夫です、それでね、これ矢原さん、これからの東京フォトって、まあ、なんていうのかな、どんな、広がりを見せていくっていうのと、あとこのクルジャパンっていう側面から見た時の東京フォトのあのありようっていうのは、まあ、これからどんな進化を遂げていくんですか？まず東京フォトとしてはアジアに根ざす、根ざした写真のマーケットを作っていきたいと、そのためにはやはりいろんな意味での啓蒙、それから、まあ、来場者が日本に来てくれるですとか、いい作品が出展されるというような環境を整備していくということも重要ですし、それによって例えばヨーロッパではパリフォトがある、アジアでは東京フォトがあると、もうこれは単純にその日本に東京フォトがあるということも重要なんですが、
よりその広い意味ではアジアの中には、ね、うん、東京ホットがあるというような位置づけを、うん、明確にしていきたいという部分と、うん、それと今後の、まあ、いわゆるクールジャパンですとか、うん、2020年に向けて、うん、オリンピック向けて、ね、オリンピックに向けて、うん、いわゆるその東京というもの、うん、それと写真というものを、うん、くっつけたイメージ、つまり例えばですけれども、パリといえば芸術、うん、それから美食の都、うん、で東京といえば当然も美食もありますし、うん、芸術文化もあります、うん、その中に写真というものもですね、うん、特にアジアそれから世界から見たときに、うん、写真といえば東京だよねっていうことを、まあ、東京ことを含めて、うん、まあ、作っていくその一部になれたらいいなと思ってます、うんうんうん、つまりその写真というものを軸に国もしくは都市をブランディングしていくか、うん、ということもそうですし、うん、宣伝それから広告という意味でも、うん、日本のいわゆる良さですとか、うん、美とか、まあ、食事を伝えるのも、うん、言葉よりも例えば映像もしくは写真一枚で伝えるということも可能でしょうし、うん、そこにその凝縮された美意識等を含めてですね、うん、日本のいわゆるその宣伝ですとかブランド化っていうところに、うん、いわゆるそのより芸術性それから創造性の高い写真をですね、うん、まあ、入れ込んでいくことを、うん、しながら、海外にも発信できたらいいなというふうに思っております。いいこと言いますね、高橋さんね、はい、一個ね、はい、最近ね、はい、僕は動画撮ってるんですよ。ああ、はい、で動画って長いとかって悪いですけど、ええ、まあ、ツイッターが買収した動画のサイトとかあるじゃないですか、うんうんうん、ええ、あれなんで10秒ぐらいでしたっけ、ちょっと忘れたけど、ああいうね、はい、写真とともに短い動画のマーケットっていうのはないんですか、はい、アートね、はい、最近いわゆるその現代アートの世界ってデジタルコンテンツとかがあって、はい、そうですね、はい、動画みたいなものも結構30分とか15分とか何分って長い時間こういて、はい、こう見るっていうのあるじゃないですか、はい、ちょっと長すぎるので、写真といわゆるその、動画の長いやつの中間のパッと見れる、例えばまあ6秒なり10秒なりパッと見れるアート、はい、そうだとこうデジタルコンテンツ上に購入できるじゃないですか。 そうですね、それはもう、東京フォトでも例えば10秒の動画がガンガン流れていると同時にそれをこう購入できて、はい、止まってるものじゃない、その数秒の動画のアートみたいなマーケットっていうのをなんか東京フォト作れないですか。非常に面白いですね。いきなり言っちゃったけど、まず今っていうのはそういったこう閲覧する環境っていうのは非常に整っていますし、うんうんうん、ウェブを介してっていうのもありますので、うん、例えばじゃあ、まあ、分からないですけれども、うん、面白いものがあったり有名人が撮ったり、うん、もしくはアーティストが撮った動画をっていうのはありでしょうね。まだまだこれからも、うん、これからも本当に今はないですね。だからそれ東京フォトがそのフォトだけど、ええ、フォトのイメージをちょっと膨らまして、はい、ただそれ短くしてもらわないと作品として長くなっちゃうといわゆる一般の現代アートイベントの方に行っちゃうので、もう完全に短い5秒とか6秒とか、なるほど、そういうメッセージ性の高い作品、それなんか欲しいな、僕買いたいの。それでこうなんかちょっと暇な時にちょっと自分の好きなこうアートの動画みたいな10秒ぐらいの見ながらニヤッとするみたいな。ダメ、ありだと思いますよ。ダメ、それがそのアートとしてっていうのはまだこれからだと思うんですけど、確立されてないでしょ。確立はされてないので、これアーティストにこういうものをその東京フォトはやり始めるって言えば作ってこの俺の売ってくれみたいな出るかもしれない。これ今日の非常に面白いと思います。また新しい、はい、隠し玉だったの今日のこれびっくりしました。びっくりしました。ちょっともう反応できないぐらい今びっくりしてます。面白いでしょ。固まってます。はい。面白いでしょ。面白いと思います。これね、ずーっと俺温めて、今日のためにね、ずーっと温めてた。ダメ？いや、またすみません、見直したけど、また感動してます、今。ということでですね、もうあっという間に今日も、すみません、短くなっちゃった。いえいえいえ、ありがとうございます。ということでですね、はい、今日のこのクールジャパンの日本を売り込めっていうね、この番組はですね、しば3ヶ月間こういう形でやっていくんですよ。それで視聴率取れたら続くんです、はい、これ視聴率悪いと、はい、この番組終わっちゃうんですよ。これ視聴率生じゃなくてもその人数、あ、そう、録画を含めたアクセス数ですね。アクセス数、それでね、はい、だからいっぱい見ろっていうんじゃなくてでもそういうことでね、人気を博したら続くっていう番組なんで、分かりました。今日きっとみんな感動してくれてるはずです。いろんな方に広めるように、まあ
SNS じゃない、見てみよう、そうしたら、うん、ということで来年はあのショートフィルムじゃない、なんか新しいフィルムっていうショートフィルムっていう分野じゃないんですよ。だから新しいワード作ったらどうですか。こう東京オートらしいチャランなんとかなチャランみたいな、わかんないけど、なんかこの6秒だ10秒なりの新しい動画とも違うフィルムとも違う、そういうなんか新しい言葉をワード作って、例えばなんかウィヨーンとかねウィヨーンとか、ウィヨーン見たとか、うん、見た、そういう感じのということで今日終わりにしたいと思います。あ、またどうも。最後はね、決めポーズっていうことをやろうと思ってるんですよ。そうなんです。これ日本を織り込めっていうことなんでね。だからこうなんかこういう感じね。最後は日本を織り込めで終わります。あ、わかりました。こういう感じで。こういう感じで分かりました。はい。手伸ばした感じで。ちょっと横演習しますか。あ、やりましょう。はい。横演習です。日本を織り込め。織り込め。合わせてください。これ。あ、これ一緒に合わせる。そういうことです。はい。じゃあ行きますよ。はい。さあ、今日はどうもありがとうございました、ハルさん。それじゃあ行きます。最後のポーズ。日本を織り込め。